池田めぐみのファイン、ここからはファインアラカルトのコーナーです。さあ今朝は可愛らしいゲストをお迎えしています。カントリーガールズからこのお二人です。自己紹介お願いします。はい、皆さんおはようございます。カントリーガールズの北海道出身、高校3年生17歳の稲葉真中です。よろしくお願いします。お願いします。そして栃木県出身、高校1年生15歳の森哲咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうスタジオがですね、ほんとパーンと華やかにありがとうございます。なってるんですけれども、今朝は稲葉真中さん、そして森と千咲さんをお迎えしています、はい。もう早速ファッションチェックから行こうかなって。はい。千咲さんが、こうピンクのカーディガンで、こうリボンとかがついていて、白黒のね、チェックのスカートなんですよ。はい、そう、そして真中さんが、こう黒のね、フリルがこう肩にあって、はい、で、赤のね、バラのスカートなんですね。はい。二人は好きな色とかあるんですか？私は、イメージカラーがイタリアンレッドなんですけど。うん、イタリアンレッドなんだ。はい。うん、それで赤も好きですし、はい、でもピンクも好きなんですね。はい。ちゃん、赤のスカートで登場ですね。はい。さきさんは？私は、赤とか黄色と、うん、あと、水色が好きです。そうなんですね。はい、そんな中、今日は可愛らしいパステルカラーで登場となってるんですけれども、はい、カントリーガールズは他にもですね、ももちこと、つげながもももこさん、はいはい、そして山木りささん、うん、島村うたさん、尾関舞さんの6人グループということで、はい、もう6人揃うと賑やかなんでしょうね。そうですね。もう楽屋とかでもいつもワイワイ話してます。そういう感じなんですね。はい、ここで簡単にプロフィールをご紹介します。はい、里田舞さんがメンバーで、グループの前身であるカントリー娘が2014年の11月、カントリーガールズと改名しまして、新しいスタートを切ることを発表しました。はい、そして、里田舞さんはスーパーバイザーということで、はい、会ったことありますか？もちろんです。はい、どんな感じでした？もう本当にお綺麗で、ハロープロジェクトのお正月のコンサートに見に来てくださったんですけど、はい、その時にお会いして、もう可愛かったよって、感想を言ってくださいました。はい、頑張ってね、とか言ってくださいました。ね、嬉しかったです。応援もしてくれて、はい、褒めてくれたんですね。はい、素敵。で、まあその後ですね、ハロプロのコンサートでパフォーマンスを披露するなど経験を積みまして、はい、ついに2015年の3月25日に両 A 面シングル、愛おしくってごめんね、恋泥棒でメジャーデビューとなっています。お二人はね、さっき自己紹介もしてくださいましたけれども、はい、北海道出身の真中さんと、そして栃木出身の千咲さんということで、はいはい、地元はどうですか？地元も好き？大好きです。はい、私は、北海道出身なんですけど、はい、もう何でもかんでも美味しくて、もう空気も美味しいですし、はい、食べ物ももちろん美味しくて、すごい大好きです。一番好きな食べ物ってありますか？私はやっぱりお寿司が好きですね。北海道のお寿司は美味しいですよ。もうすごい新鮮で美味しいです。ちさきさんはどうですか？はい、私は栃木県出身で、はい、いちごとか餃子が有名なんですけど、はい、いちごが大好きなので、いちご狩りとかいつもしてます。あ、そうなんですね。はい、なんかもういちごのイメージぴったりだよね。ありがとうございます。CM 来ちゃうんじゃないかっていう感じがしますもんね。そう、二人は本当に小さい頃からダンスも習っていたというふうに伺ったんですけど、はい、ダンスを始めたきっかけっていうのはあったんですか？真中は4歳の頃からダンスを習ってるんですけど、赤ちゃんの頃から音楽が鳴り出すと、うん、こう自然と体を動かす子だったみたいで、で、それを見て母が、こうダンススクールに通わせてくれてっていう感じですね。うん、で、どんどん上達してっていうことなんですね。そうですね。はい、そうですよね。ちさきさんは？私は、小学校1年生の頃から、うん、なんかテレビで、ちょっとダンスをしているところを見て、うん、それで、あ、やりたいなって思って、始めました、うん。ダンスしてると気持ちいいですか？はい、楽しいです。楽しいですね。芸能界はじゃあその頃から憧れがあったんですか？そうですね、その4歳の頃から、歌も習っていたりとかして、もう物心がついた時には歌って踊ってたので、もうそういう道しかちょっと考えられなかったっていう感じですかね。はい。はい、私は中学生ぐらいになってからいいなってアイドルとかやりたいなって思ってやりました。モーニング娘。のね、はい、オーディションも受けてらっしゃいますけど、はい、それはじゃあ二人とも自分から受けたいって言って受けたんですか？もちろんです。
もちろんなんですね。はい、やっぱ志が違うんですね。あのオーディションはどんな内容だったんですか？はい、そうですね。なんかこう歌唱審査があったりだとか、うん、自己 PR で何でもしていいですよっていうので、うん、私は踊ったりとかしたんですけど、すごい緊張しました。どんなオーディションですか？はい、あの私も踊ったんですけど、うん、その自己 PR とかが難しくって、うん、ちょっと大変でした。でもこうキラッと光るものがあって、今ね、カントリーガールズに繋がっているわけですもんね。もうあの、カントリーガールズは本当にメンバーが個性的で。そうですね。年齢だってね、13歳から23歳。はい、10歳年のね、差もありますけど、どうでしょう、はい、あの、先輩メンバーの桃地こと、つぐながさんは、どんな存在ですか？いや、もう私たちにとっても、うん、もう大先輩ですし、うん、こうずっとテレビで見てきた存在で、あの桃地が同じグループ、ループでっていう、もう本当に驚きだったんですけど、はい、こう一緒に活動させていただいて、より知ることができて、うん、本当にそのままで、もうアイドルの中のアイドルだなっていう風に日々感じてます。はい。なんかあの、トークとか歌とかが本当に上手で、うん、なんですかね、一個のライブでもう背中で語ってくれるような存在なんですね。かっこいいですね。はい。なんかもう、ガミガミ何かを言うわけではなくって、うん、もう本当にそのまま背中で、行動で示してくださる感じですね。ついてらっしゃいっていう感じなんですね。頼もしいです。そうなんだ。そういう先輩が近くにいるっていうのは本当にいい環境。はい、本当にもう恵まれてるなって思います。ね、はい。あの、メンバーの話っていうのは合うんですか？はい、うん、あ、そのなんか桃地先輩は結構こう年の差とかで話が合わないんじゃないかって気にしてらっしゃったんですけど、みんなの小さい頃の流行った遊びとかを話してると意外と10歳離れてても同じだったりして、そういうのですごい盛り上がってます。はい、どんな遊びをしたりしてたんですか？なんか練り消しっていうやつとか、あ、あとシール集めとか、そういうのは、うん、みんなやってて ね、共通みたいな。コレクションしてて、はい、ってことなんですね。あの、学校では普通の学生として二人も生活してるんですね。はい、はい、そうですね。今、高校3年生と1年生っていうことなんですけど、はいはいはい、好きな教科とかありますか？マナカは、好きなのは、音楽と、美術と、国語ですかね。うん、はい、芸術系なんですね。そうですね、どっちかっていうと。ね、はい。ちさきさんは？あの、私、中学生の時は、理科が好きだったんですけど、うん、今ちょっとだんだん難しくなってたね。ちょっとあれって感じです。学校では、こんなのが流行ってるとかありますか？はい、そうですね。なんかこう、やっぱりお笑い芸人さんの話をしてたりだとか、やっぱり高校生になると遊びが流行るとかまではないんですけど、とにかくまあ女子はガールズトークで盛り上がるっていう感じですね。もうね、ワイワイしますもんね。はい、うんうんうん。そうなんだ。あの、携帯ゲームとかそういうのしたりとかないですか？あ、ありますね。うん、はい。ハマってるのありますか？私は、あの、つむつむにハマってて。ちょっと嬉しい。楽しいですよね。楽しいですね。ディズニーキャラクター消してくるんですね。はい、そうです、そうです。あれがすごい好きです。うんうんうん。ちさきちゃんは？はい、あの、私ずっと猫集めってやつやってたんですけど、なんか最近、嬉しいね。最近ちょっと、やりなくなっちゃいました。うん、そうなんだ。全体の待ち受けとかはどんな写真なんですか？はい、私は、先輩のモーニング娘。ワンファイブの工藤遥香さんが大好きなんですけど、待ち受けは工藤さんです。うん、そうなんだ。お守りみたいになってるんですね。はい、そうですね。もう時間とか確かめるときに、カチってつけて、あ、工藤さん、みたいな、癒されてます。癒しながら。はい、あの、私もハロープロジェクトの先輩の、うん、キュートの中島さきさんと、うん、萩原舞さんの、なんかちょっと、はい、ちっちゃい子の、すっごい可愛い写真があって、それを持ち受けました。可愛いよね。二人ともカントリーガールズの写真じゃないんだね。それはまあ、普段と合ってるので、そこはちょっと、いいかなって。押さえておいて。はい。先輩たちの写真なんですね。すね、はい、あの、ハロプロにはたくさんメンバーがいますけども、はい、一緒によく遊びに行くメンバーとかっているんですか？うん、真中は、モーニング娘。ワンファイブの生田絵里奈さんと、よく遊びに行きますね。ご誘っていただいて。そうですね、ショッピングとかしたり、うん、映画を見に行ったり、うん、あとカラオケもしますね。楽しそうですね。はい、すごい楽しいです。なんか歩いてると気づかれたりとかないですか？はい、
たまにありますね。うんうんうん、はい。でもね、プライベートはプライベートで楽しんで。はい。ちさきさんは？はい。あの、私は、まだ、やっぱり、新人っていうのもあって、あの、他のグループの方とはまだあんまり遊んだことはないんですけど、あの、同じグループの小関舞ちゃんとか、はい、小関舞ちゃんはよく本当に遊びます。あ、そうなんだ。はい、あれですよね、地元に行ったりしてました？はい、そうなんですよ。舞ちゃんが栃木県に遊びに来てた時に一緒に遊んだりしました。そうなんだ。仲良しなんですね。はい、そっかそっか。小関さんってだって一番年下なんでしたっけ？はい。どんな子ですか？いや、本当にもう元気なんですよ。すごいナルシストで、そうなんです。キャラが濃いんですよ。でも本人は、これはキャラじゃない、これは素なんだって言ってて、もう素でナルシストなんで、余計ちょっとめんどくさい感じになっちゃってるんですけど。しかもナルシストって言うと、違う、自信があるだけって感じで、嫌がるんですよ。ちょっとめんどくさいなーって感じる部分もあるんですけど、やっぱりムードメーカーで、すごい可愛いなって思います。いいですね。はい、ほんと個性的ですね、そう考えるとね。はい、6人がね、はい。そしてメジャーデビューシングルの愛おしくってごめんねがリリースされてますけれども、はい、もうこの番組のファインでも本当にたくさん流れてまして。ありがとうございます。もうごめんなさいねのあの歌詞がね、キュンキュン来るんですけど、ちょっとこう相手を困らせる女の子が、そうですね、描かれているじゃないですか、はい、今回の作詞は大学生で小説家でもある小玉あめ子さんがされてますけど、はい、歌詞はこう初めてもらった時に、はい、分かる分かるっていう感じでした。そうですね、あのまなかはこう漫画とかを読むことも好きなんですけど、うんうんうん、その主人公の気持ちにこう入り込んで読んだりするんですけど、うん、なんかその時の感じがこうリアルに映し出されてるような感じで、あ、本当に漫画の世界みたいと思って、あ、わかるわかると思って見てましたね。そうですね。はい。はい。あの、なんて言うんですかね、なんか、ごめんねとか言ってる歌詞が本当にすごいなって思って、うんうん、よくこんなにいい歌詞が書けるなって、すごい感心しました。本当に、はい。でもね、みんなのごめんねの言い方もすごい可愛いなと思って、うん、なんかこんなこと言われたら許しちゃうでしょうって思いながら、そう聞いてたんですけど、はい、レコーディングは緊張したりしました？しました、本当に。そうなんですね。はい、こうカントリーガールズになって初めてのレコーディングだったので、うん、緊張しすぎでなんかこう練習してた時はうまくできていたのにっていう部分がたくさんあって、うん、もう大変だったんですけど、うん、なんとかでも楽しかったですすごく、うんうん、はい、ね、最初のっていうのはやっぱ思い出になりますしね、はい、はい、本当にね、あの自分のパートっていうのはやっぱり気合が入るものですか？そうですね、あのレコーディングの段階ではまだわからなくて、そうなんですね、はい、こう全部歌うんですけど、パート入れていて、はい、でいざ CD になって、面白い、ここなんだと思うんですよ、ね、出来上がりを聞いて、ドキドキ、本当に、あ、自分の声ってなります、嬉しいです、はい、嬉しかったの聞くとね、はい、そうなんだそうなんだ、うん、で今回のミュージックビデオもすごく可愛いんですけど、はい、振り付けにはごめんねポーズってあるんですよね。はいはいはい、はい、あの頭の上にこのごめんねの手を乗っける、うん、はい、ごめんねダンスって呼んでいるんですけど、ごめんねダンス、はい、これはあの真似しやすい振りなので、はいはい、ぜひライブとかでお客さんとかに一緒に踊ってもらいたいなって思ってます、うん、はい、一体感を出すってことなんですね、はい、そうですね、え、今二人でやってもらってもいいですか？はい、あ、はい、こんな感じでねちょっとこう頭の上でパーをこうキュッとね、はい、角度をつけて、はい、角度が重要、角度大事なんですね、はい、大事です、はい、でちょっと振るってこと、はい、左右に入れる感じですちょっと私もやってみたんですけどやっぱねいやいやお上手です、いやいやもう本当ねみんなねやってほしいなと思うポーズですので、はい、30代も頑張りたいと思います、よろしくお願いします。今な何かこう誰かにごめんねって謝りたいこととかありますか？ごめんね。そうですね。真ん中は、この間、こう、地方のイベントとかがあると、うん、ホテルで、こう、一緒になるメンバーがいたりするんですけど、はい、今、隣にいる森田千咲ちゃんと、笑っちゃってるね、同じ部屋になった時があって、はい、その時に私、寝ながら、夢を見ていたんですよ。うん、で、何かを洗う夢を見てたんですけど、こうパッて目を開けると、ね、千咲ちゃんの足をゴシゴシやってて、なんてことと思って、もうなんかこう夢と現実がよくわからなくなっちゃってて、こう足をひたすらこう洗うような感じでゴシゴシしちゃってたので、それはごめんね。
っていう感じですね。今ここでね、謝っておいてね。はい、びっくりしますよね。でも全然気づかなかった。爆睡でしたね。気づかないぐらい寝ちゃってるんですね。はい、逆に私の方が、うん、そのなんかその時に、ちょっと寝相が悪かったから、うん、そう足を持ってしまったのかなと思って、逆にその寝相が悪いことでごめんねって言ったら。そうですね、相当なんかこう、腕とかを回してくる感じで。はい、すごい、はい、絡んでたんですね。絡んでましたね。そっか、可愛らしいですね。ちょっと互いにごめんねってことで。はいはい、ね、メジャーデビューしましたカントリーガールズなんですけど、はい、これからこんな曲を歌っていきたいとか、何か野望とかはありますか？そうですね。やっぱり、愛おしくてごめんねと恋泥棒が、どちらもすごく可愛らしい曲なので、うん、このままなんかこう、アイドルの王道っていう感じの曲ももちろん歌っていきたいなとも思いますし、私はダンスが結構得意なので、うん、そういうかっこいいダンスも踊れるような曲とかもいつかやってみたいなって思います。はい。私もかっこいい曲とか大好きなので、今後、なんかそういうかっこいい目の曲をカントリーガールズでやったら、なんかちょっと違う感じも出ていいんじゃないかなって。楽しみです、ちょっと。ちょっとこう、クールな感じの曲とかね。いろいろ挑戦して、いつかは単独ライブとかもやってみたいです。わあ、楽しみ、はい、頑張ります。ずっと成長を見守っていきたいと思います。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございます。まだまだね、たくさん聞きたいんですけど、はい、そろそろお時間となってしまいまして、はい、最後にお二人からお知らせいただけますか？はい、ですね、夏にですね、恒例のハロープロジェクトのコンサートが行われるんですけど、こちらは先輩方とかももちろん出演しますし、私たちカントリーガールズも出演しますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。詳しくはカントリーガールズのオフィシャルホームページ、そしてブログなどもね、はい、チェックしていただけたらと思います。お願いします。では最後に、愛おしくってごめんねを聞きながらお別れとなります。今日のファインアラカルトはカントリーガールズ稲葉真中さんと森戸千咲さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。